こう川北と被ることあって、答え、いやこれがね、たまに僕配信とかで言ったことあるかもしれんけど、いや似てるなーって思って、あのね、感性が似てるというより、このお笑いテクニック、お前もそれ使ってるみたいな、なんか、うん、そうやんなーみたいなのがめっちゃ似てる。まだあんまり他の芸人はせえへんけど、ここってこういうボケ方あるよなーみたいな引き出しが、やっぱあの、ね、常々思ってたんですよ。カイミョンなんかもその最たる例やけどね、別にこれどっちが先やとかさ、いや似ててパクってとかそういう話じゃないのよ。俺嬉しいね、似てて、うーんとか、まあ、そうフリップネタとかも結構似てたりするし、でその、まあ、スタイルというか発想、まあ、またちゃうねんけど正式に言うと、ただああいう大喜利でお題がバーンって出された時に、じゃあどういうかっていう、だから向こうは老人っていうテーマと、何かこう特技、まあ、じゃああいみょんで考えようかってなった時にかいみょんが出てきた。で俺は、俺なんやっけ、あ俺はもともと冬樹は元冬樹のかいみょんやんけって言って、まああいみょんの話は出てなかったけど、名前出てるから、名前似てるからかいみょんとか言って、でも配信でも言ってたもんね、でもこれかいみょんまで思いついてるけどどうしたらいいのとか、なんかそんなん言ってた。なんかそこの、うん、テーマがこうグッとあいみょんでなんかやろうってなった時に被るみたいな。あと他もな、今だからフリップネタの新ネタを毎月単独でやってる時にも、だから100個以上考える、毎月100個以上考える中で、考えたやつ、よし楽しみやなと思って、普通に日々のプライベートお笑い鑑賞の時とかに、うわ全く一緒のボケやってるとか、うわ危な、でもさっき知ったら僕も絶対やらないんで、舞台で後から言われて、うわそうかやってもうたなとかはあるけど、うん、お一緒のやってるやんと思って消すこととかもあって、常々思ってたやん。例えばなんやろ、それが2回ぐらい決勝であったやん、川北と全く一緒の一個めっちゃ覚えてんのはブレイキングダウンのお題で、口でいろいろ言ってもあれなんで、体で自己紹介していいですかって言ったやつが、上半身脱いでこうやって、このあとなんちゃらかんちゃらって時に、俺は結局口でいろいろ言うみたいな書いてたよ。でさっきも言った挙手して、あそろそろ俺やな、あもうこのじゃあ次の次ぐらい俺やなってタイミングの俺の直前が川北やって、じゃあ A でって言って、ちょっとフレーズ忘れたけど、もう一緒口でいろいろ言うみたいな出してて、もう丸かぶり消せ、めっちゃ消した、めっちゃ消すとどうなるかっていうと、一トンずれていそう挙手できるから、その次にだからちょっと俺が挙手遅れるみたいなあったりとか、なんかそういう高度なやり、あまあそうやんなみたいなとか好きやねん、だからおもろがるところ一緒というか、あと何回かって消すのあったな。まあでもこれってやっぱ大喜利バトルあるあるやねんけど、やっぱ被るわな発想。別に川北以外でも、スパイのお題なんかもうやっぱ減っていくからさ、誰が何使っていくか、007も減っていく、変装は俺が使ったから減るとか、カメラ系は俺が使うまで誰もおらんかったとか、なんかあるやん。その予選 A ブロックのお題もコンビニ店員、このコンビニ店員サッカーワールドカップ日本代表前世そうやったのがなんでってやつももういろいろ減ってる。やっぱもう VAR 減るしとか、侍なんちゃら減るし、子供と入場するあるある減るし、もう全部減ってくね。もうそれも被る、それはあーってなっていくけど、まあ、それはそういう大喜利の種類。こうブレイキングダウンのやつはブレイキングダウンのやつみたいな。ブレイキングダウンの新しいの上がってたな、絶対見よう、めちゃくちゃおもろそう。正月から嬉しいな、朝倉未来さん。そうなんやね。で、やっぱ、嬉しいっていう話です。で、まあ最後も、そう、なんか、川北と煙もそうか。ずっと同じ点数ぐらいで、で、俺も普通に、同じ点数で、な、よし、出し抜けろと思って出したら、飛ばないとか、全然あるし。
川北の上院のやつおもろかったな。上院議員久しぶりに聞いた。上院、うん、めちゃくちゃおもろかった、うん、そういうのもあったりして、で、うん、まあ生放送で番組終了あと2分とかのタイミングでたまたま僕が立って出せたっていうだけですね、最後の回答を。だから先行を取ったみたいな感じなんかな、うん、先行粗品で終わってしまったって番組が。だから川北もえぐかったし、もうあの帰りたいってもかぶってたかな最後。それで言うと俺あれかぶせたんちゃうかな、そろそろ家に帰りたいっていうのをこうスタンバイしてて手挙げてて、ほんで川北が直前にギリシャ来たけど帰りたいみたいななんか言ってたんです。でも帰ったらかぶってるからな、まあ、それももう応援ってもう限られるから叫びたいで、うん、帰りたい、かぶったけどもう言ったということですね。そこはもう最後まで、あ似てるなと思いながら、まあ、似てんねんけど、そのなんやろ発想素材なんやろな、素材一緒やから、うん、味付けだけちょっとちゃうんかなって、まあ、そこは全然ちゃう。俺割とネタとかでもツッコミでこう、うん、行くけど、僕目完全ボケ、しかも独特な世界観っていうのがあいつ結構乗ってるから、うん、そこは俺は俺で憧れる。あそう料理すんのね、うん、で、まあ、結局なんやろな、なんか真空ジェシカ愛を語る動画になってまうかもしれないけど、あのなんや今の俺のイントネーションとか口調とか全部気色悪い、聞いた今サブチャンすぎへん、真空ジェシカ愛を語ってまう動画になってまうかもしれないけど、なんじゃ今の変な標準語で語ってまう動画になってしまうかもしれんねんけど、 M が一番おもろかったわとかも言えたし、よかったよかったですね。それは始まる前に学にも言ったし、うん、いやーおもろかったなで話もできたし、ほんで裏でね、やっぱたまに川北が笑ってくれるっていう、この川北とこ喋るのも、うん、どうみたいな、なんか言ってて、いやまあごめんっすねみたいな、いやまあごめんええねみたいな、いやもう俺もツッコミ芸人やからさ、でああいうこの何センスある感じの芸人はやっぱ笑いを引き出してツッコミとして、いやまあごめんええねん、いやもうあれあの川北のギャグなってるからもうみたいな、もう肥満より言うてんでって言って、そうっすねーみたいな、ああウケないクソありました。ただそうっすねーかなんか忘れたけど、そうっすねって言われた瞬間に俺が秒で、そうっすねあらへんかなみたいな、コテコテで突っ込んだらちょっと笑ってくれて嬉しかった、えへへへってちょっと笑ってくれて嬉しかったっていう舞台裏はありました、うん、まあごめんあらへんかなほんまに、いや熱い戦いでした。もうお笑いファン垂涎というかね、もう内容というかそのもうすごいデッドヒートして僕も楽しかったです、う